三万では、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドマルヌ県のコミューン。三万での一三万では、バンセンヌ、モントルイユ、パリ十二区及び二十区と接している。三万ではわずか九十二エーカーしかない。これは、十九世紀に、パリのベルエール地区から切り離され、1929年まで、近接するバンセンヌの森に依存していた歴史を持つ、ためである。 従って、現在の3万での狭いエリアは、人口密度が自動的に上がった。1平方キロメートルに2万4千人以上が暮らす、ヨーロッパ有数の人口密度の高さだが、境界を接する12区も同様である。3万では南北をジェネラルド・ゴールド通りが、東西を国道34号線が走る。6世紀、ブルトン人の修道士、セーモーデズが生まれた。 10世紀、彼の生遺物が、現在の三万での地に運ばれた。そして礼拝堂が彼の名を称えて建てられた。万ン,ンヌの森との境にある、三万で子1900年頃の三万手駅11世紀、終わり、礼拝堂の周囲に数軒の住宅が集まる集落があった。1274年、王家の狩猟場であった万ン,ンヌを囲い込むため、 フィリップ三世式の元城壁が建設された。壁の外に、村が再建され、少女へドレスタインが掘られた。14世紀、万ン,ンヌ防衛用に砲台が作られた。砲台があった場所にはその矢が残っている。16世紀の城の跡は、何の痕跡も残っていない。1654年、大倉卿、ニコラ・フー家は、大大大号、アンヌドートリッシュの助官で、 若いルイ14世の寵愛を受けたカトリーヌ・ド・ボーベの所領を購入した。アンドレル・ノートルの手による庭園で囲まれた豪奢な邸宅は、すでに、ボーイコールルイコールビコ城の姿を前もって示していた。早々たる人々がここを訪れた。マザラン、王帝オルレアンコーとその妻アンリエット・ダングルテール、イングランド王妃、ヘンリエッタ・マリア、そしてルイ14世である。 その他、シャルルルブラン、ジャンドラ、フォンテーヌ、セビニエ夫人、ピエール・コルネーユ、モリエールらもいた。1661年、コルベールの命令で、風景が逮捕されると、彼の持っていた領地は略奪され摂取され、1705年に修道会へ売り渡された。1790年、サンマ万ンでは独立した自治体となった。 19世紀から20世紀の忌まわしい出来事がサンマ万ンデに降りかかり連続してパリの拡張が数回行われ面積を減らしている。1844年に行われたティエールの城壁事業で壁の内側となった部分は1860年にパリの行政区となったためにサンマ万ンではコミューン面積を大幅に減らした。同じ時代番線無線の建設が始まった。 現在のアラー路線である。1929年、最終的にサンマ万ンでの広大な無人の土地であるバンセンヌの森がパリへ併合された。1960年代、サンマ万ンでとパリ12区を各立てるラゾーヌの上にペリフェリックが建設された。コンクリートの壁の陰で19世紀後半に建てられた建物や中山階級のマンションが守られている。 ありがとうございます。